ナポリ地下鉄6号線は、ナポリ地下鉄の地下鉄路線。6号線の最初の区間の工事は2002年に再開した。この区間は4つの駅があり、全長は2 5トルで、ある。所要時間は5分で、頻繁な時は8分ごと、間隔が空く場合は16分ごととなる。費用は2億5000万ユーロである。長さに制限があり2号線とクーマーナ線が、 並行するために、六号線はかなり利用しにくい路線となっている。計画は当初、リーナやトランビアリアラピダという名前で1990年のワールドカップのために実現したがすぐに中止にせざるを得なかった。作業は実際は始まっていて、ワールドカップで中止したわけではなく1990年に中断され何年も放置された。モグラ、つまりドリルは、 現在も地下のメルジェイリーナ駅とトレッタ駅間のトンネルの掘削作業に続いている自然の空洞にある。2007年1月11日、最初の区間が完成し、ロマーノ・プローディ、アントニオ・バッソリーノ、ローザルッソ・イエルボリーノや報道に公開した。一般には2007年2月4日に公開された。2006年の7月には、 ムニチーピオ駅までの路線の延長のための準備作業が始まった http コロンスラッシュスラッシュ w w w m e t r o i t a l i n i t スラッシュストーリアナさん。html 現在乗り換えできるものウィキメディア、コモンズにはナポリ地下鉄6号線に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。<話し>